パル、ショッピングセンター周辺で、年末のお買い物の皆さん、大晦日ではありますが、しばしこの場をお借りしまして、街頭演説をさせていただきます。草島新一、鶴岡市議会議員の草島新一です。ぶっちゃけ街頭演説ということで昨日から行わせていただいております。今日第2弾、お話しいただきます。年末皆さん本当お忙しい中、いろんなニュースが飛び交っていて、どういうふうに捉えたらいいのかとか思われている方もたくさんいらっしゃると思いますが、今日はまず鶴岡のすごいところからお話をさせていただきたいと思います。昨日一昨日ですね、私大山上あ下池で大鷲っていう鷲を初めて、くっきり撮影できました。ホームページ、あとはインスタ、X、あと、Facebook に載せてありますので、ぜひ、これご覧ください。大山上池下池、これは、世界のラムサール登録湿地、これに指定されて、15年経ちます。2008年の、ラムサール登録から15年になります。実はこの大山上池下池は2000年のあたりに、私が議員になった始まりぐらいの時に、その宮古沢湿地というところをアスファルトで埋め立てて、横浜の子供の国みたいな、そういうテーマパークにしようという構想があって、そこで、地元の太田さんだったり宮川さんだったり水野さんたちと一緒に大浦の自然を守る会っていうのを立ち上げまして、反対運動をしました。コンクリートとかアスファルトで埋めておく場合じゃないでしょ、湿地を生かした公園にすべきだ、そんな運動を展開してたんですが、その折にですね、呉地正幸さんという方が、頻繁に、この大山上池下池に通ってくださいました。で、呉地さんは、この大山上池下池カモがもう当時5万羽ぐらい来てますね。一時6万羽のカモが来てた時があるんですよ。このカモだけでもラムサール登録いけるよって私たちに教えてくださって、そこから私が議会でこれラムサール条約指定湿地どうなんだみたいな、そういう発言を、提案をさせていただいて、で2001年ぐらいの議会でそんな提案をして、なかなか受け止めが遅々としたものだったんですけど、ようやく2008年に大山の、自治会の皆さんや、あと役所の担当者や、当時議長だった神尾さんなんかが韓国まで行ってラムサール登録の、その証書をいただいてというところから始まって15年経ちます。で、今大山上池、実は今シーズンは私毎週金曜日の朝に、観察してるんですけど、琥珀町が大山上池を合わせると5000、6000羽ですね。上池だけで3000羽の時があって、下池だけで5000羽の時があるみたいな、もうものすごい数の琥珀町が飛ぶなんて時がありますし、あとは今実はですね、ガンが飛んでます。大ヒシクイ、マガンという、日本で代表するガン、それが大山上池下池、私は上池で観察をしてるんですが、大体ですね6時50分ぐらいからブワーッと飛び出して800羽の観測ができました。で、今週の金曜日は400羽、見事です。ぜひこういう光景をせっかく鶴岡にいらっしゃるので目にしていただきたいと思います。朝がチャンスです。で、琥珀町も今2000羽ぐらいはいてですね、ガンが飛び立った後にゆっくり飛び立っていくのが琥珀町です。で、今田んぼ行くと琥珀町もいますけど、たまにガンが見れたりします。で、大ヒシクイ、マガンは天然記念物、そんな天然記念物の鳥たちが見れるこのスローカー、素晴らしいところだと思います。そして大鷲は実はカモを追っかけて北海道からやってきます。で、大鷲実はフィーバーになってて、
あの見たらうわすごいと思うんですけど、カメラマンの方がですね、もうあのあるところに泊まると3時間ぐらい動かないんで、カメラマンの方々が50台ぐらいバーって並ぶんですよ。ものすごい高いカメラマン皆さんが並ぶで、昨日一昨日はなんと栃木県からわざわざこの大山上池下池に来ていらっしゃって写真を撮ってる方がいらっしゃいました。これが鶴岡の自然の豊かさです。ぜひ、味わっていただきたい。で、このラムサール条約指定湿地は今年本当に大きな話題となりました。何の話題かというと、そのラムサール湿地 1.5 キロのところに風車建設をしようと、カモの風車建設の問題で話題になりました。あの風車なんでダメだったかっていうと、まさにラムサール条約指定湿地1点から 1.5 キロしか離れてない、あの鳥がバードストライク当たって死んじゃうみたいな、そういう問題だったり、渡りのルートがあの変更になったりで、しまいには大山上池に鳥が来なくなるっていうことだったり、そういう懸念が、まあ、去年のそうですね、問題だって言った時からそのあたりがいろんなことが浮上してっていうことが問題一つです。あともう一つ問題があって、それは風車騒音と健康障害っていうものです。風車騒音、風車もビュン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 ってこう回るわけですよね。で、近くにいるとそういう音がします。その音が睡眠の障害になる、こういう研究データが2016年の段階で、大分看護科学大学の影山先生らによって発表されてます。1000人規模の疫学調査で風車の近くにいる方々の睡眠障害がある、こういうデータが発表されているんですが、今環境省の指針ではきちっと捉えられてない。で、北海道大学に田草純太先生という方がいらっしゃって、この問題を本当に一生懸命訴えかけていらっしゃって、私もその田草先生に、メールするなりお会いするなりしていろいろ学ばせていただきました。で、カモで風車を建てると、6メガワット8キーとかっていうのをあの辺に建てると、カモ周辺の皆さんで不眠症になるリスクが39人あるよっていうことをシミュレーションさせてしていただきました。で、まあ、この風車騒音で39名不眠症になる、これはやっぱ大きな問題でしょうということで問いかけをさせていただいてました。で、この問題は今年の2月1日に鶴岡市長皆川治市長も JRE に対して撤退すべしと、こんなラムサール条約の近すぎてもう野鳥に影響を与えるでしょう、これはやばいから撤退すべきだと、撤退してくださいと表明を今年の2月1日にしました。で、私たちも署名活動を展開しました。で、なんですが自民党系の議員の皆さんが市長の撤退表明はおかしいから撤退表明をそれこそ撤回せよみたいな、そういう請願を上げてくるなんていう事件もありました。で、最近になってその JRE とですね、この風車を建てようという企業が撤退をしたということになりました。ウェブ証明は1500以上あってて、で、全体の証明は皆さん書いていただく証明は1万名を超えてます。1万筆を超えてます。本当にご協力いただいた皆さんありがとうございました。皆さんのおかげさまでこの JRE の風車建てることを阻止することができました。で、おかげさまでこのラムサール条約湿地に飛んでくる、鳥たちを守ることができました。改めてこの場をお借りして感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。で、ぜひそうやって守ってきたラムサール条約湿地上池下池なんで、ぜひこのお正月の期間にでもですね、私も、2日3日あたりは現場にいようと思ってます。大きい望遠鏡もありますので、ぜひあの現場に足を運んでください。朝です、7時前後ですちょっと辛いかもしれませんが、ぜひあのお越しいただいてこの貴重なですね鶴岡の自然味わっていただきたいと思います。さて、今国の政治は
またお金と金のお金、お金と金じゃお金と政治の問題ですね。裏金だなんだかんだって、まああの問題の本質は今の政治の判断基準が金だってことです。金で動かされてる政治なんだっていうことです。一番大事なことをなんか伝えられてないようなんですが、金で動いてる政治なんだっていうことなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。判断基準を私たちは持って政治判断しなきゃいけません。その判断基準がお金を上げてる企業のための判断基準になってるってことです。金もらってその金もらった企業のために政治が動いちゃってるってことです。そんなことがまだ未だにこの日本の社会では行われてるってことです。それでいいんですかって、今日声を大きくして皆さんに問いかけをしたいんです。金で動いてる政治のままでいいですか？ダメでしょ。今世界は気候危機や生物多様性やこれまでの開発優先できたところも開発だけじゃダメだと、幸せは作れないってことで方向転換をして目指しているのは持続可能な社会づくりです。持続可能な社会づくり、例えばエネルギーのことお伝えしましょう。エネルギーのこと、今進んでるのは再エネ 100% の道です。再生可能エネルギー、太陽光とか風力とかそういう、それを中心に再エネで 100% 電気を賄う社会にしようっていうのが世界的なミッションじゃないですか。でどうです、日本はどうなってるか。広島長崎で原爆落とされて20万30万人の犠牲が出て、そしてその後2011年で福島で事故を起こし15万人20万人の方が避難をし、いまだにまだ帰れてないじゃないですか。あれから12年しか経ってないです。なのに原発回帰とか言っちゃってる。それも金で動く政治のせいです。原発作ってる企業、それから電力会社から金もらって判断してる政治だからそういうことになっちゃうんです。皆さんドイツどうしてるかご存知だと思いますけど、ドイツは今年の4月15日に原発を全てやめました。今ドイツの電力は原発ゼロです。まあ若干その化石燃料も動いてますけど、あとは再エネです。再エネ比率もう 40% 超えてます。なんでこういうことができるのか、政治がちゃんと判断したんですよ。政治が未来のために日本みたいなハイテクの国でも原発コントロールできないんだって、2011年の福島原発で当時のメルケル首相を含め国会議員たちが判断をしました。で法律を作って2022年の末までに原発ゼロにするって法律を作って着実に原発の依存をやめていくっていう政策を取りました。どうやってやってきたかっていうと、シーメンスっていう会社があるんですけど、シーメンスって会社はそもそも原発を作るメーカーでした。そういうメーカーが今何やってるかっていうと、風力発電のタービンを作る、風力発電を作る、風車を作る、そういうメーカーになり変わってます。だから原発で働いてた人は今風力発電を作っちゃってます。まさにこれグリーン雇用というんですか、グリーン雇用を生み出してまさにサステナブルな社会のための産業に、産業の転換してるんですね。日本はどうかっていうと、経団連のもう大企業がもう昔のまんまの大企業の既得権益のまんまです。既得権益なんでなってるかっていうと、そこからお金もらって、そのお金もらってるところのためにそのために政治をやるっていう、
それが判断基準になってる政治だから、既得権益肥やしの政治のままで、全くサステナブルな社会へ向かってなんてできてません。これが今の日本の経済の状態です。だからアベノミクスだなんだかんだってなんてやったふりをした経済なんちゃらで、何も豊かになってないし、賃金はもうなんか停滞したままですよね。もうアメリカ賃金 1.5 倍になってる。経済の政策が完全に間違ってるっていうのがこう自民党の政治です。で、おまけに消費税をなんかこのコロナで大変な時にこう消費税をそのままにしておく。全国、もう先進諸国消費税廃止したりしてますよ。だって当たり前じゃないですか、コロナでもう景気が冷え込んでるんだ、景気対策として消費税廃止して、どんどんその促すと。まあ商品券もいいんですけど、その前にやることがありますよねってことなんです。だから政策全然ダメダメなんです。それを今本当に転換していかなきゃいけないってことだと思います。で、今大きく転換していかなきゃいけないことの一つに、分かち合いっていうのはできてるかっていう問いかけです。日本の社会、日本の政治は特に情報の公開が進んでません。要は情報公開条例あるじゃないかなんて言ってる人もいるかもしれませんが、先進諸国で一番情報交換が進んでないのが日本という国です。だから隠そうと思ったら隠せるから、今の政治と金の問題、今さらこんな問題がなんてスクープで発見みたいな、スクープで発見ってもういつの時代なんですか。ここはそんなことはそもそもできないように、情報がきちっとディスクローズされていなきゃいけないんです。情報がもうなんか いろいろ隠し事が隠し通せるような社会で、分かち合いができてない社会だから、問題がいろいろあっても気づくこともできない。なんか喫茶店行った時にメニューなかったら注文できませんよね。メニューを提示してないから意見も出せないし質問も出せないみたいな、そういうことに陥ってるんだということを改めてお伝えをしたいと思います。で、今皆川市政は対話を掲げてます。対話、うん、対話の市政、対話で元気に。私も対話って素晴らしい言葉だなと思いながらも、対話って分かち合うことなんですけど、対話と分かち合いってちょっと最近までよく分かってなかったんですね。あ、ここまでぶっちゃけてお話しないと伝わんないんだっていうことや、そこまでやっぱ問題もそうだし、弱みもそうだし、強みもそうだし、なんか悩んでることもそうだし、分かち合わないと次に行けないんだなって最近すごくよく分かる、そんなことに出会うことができました。本当何が幸せかって、孤独でいることの不幸せ以上の不幸せってないと思うんですよね。僕も一人ぼっちの時期がこうなんか続いてたりするんですけど、いや本当一人ぼっちでいると、いろんなこうなんていうんですかね、こう空想の中でもう いろんなもう自分のストーリーの中で、ああこれやったらこうなんじゃないかな、これやったらまあ不安だし、まあとりあえずやめとくかとか、なんかこう思われるんじゃないかとか、もういろんななんかこうことが浮かんできて、自分がなんかだるまになっちゃうみたいなそんなことありません？分かち合っていけば、分かち合えればいろんなものが、あ、なんだ全然取り越し苦労だったんじゃんみたいな、そういうことってあるんですよね。で、世の中でこう噂話とかいろいろありますけど、それは全部過去のことじゃないですか。今その人が何やってるか何もわからないでそんな噂話してたって何の意味もないんですよね。全然楽しくないわけです。今
今分かち合ってる人と何をするか、今日もそうですけど、この残り12月31日の何時間で一緒にいる人と愛する人と一緒に何ができるかって、それ考えた方が全然楽しいわけで、で私思うに政治も行政の進め方も同じようなもんだと思うんです。いろんな形で分かち合わないと次が作れない。共に作る、競争って、共に作るっていう言葉が今だんだん言われ始めてますけど、共に作るとしたらもっと分かち合わないとダメなんだっていうことに最近特に気がつきました。でなので12月議会はなんかテーマが分かち合いになっちゃって、あの総合計画今立ててるんですけどね、総合計画の、第2次総合計画っていうのがもうだんだん完成間近なんですけど、総合計画立てても市民の皆さん参加しなかったら全く意味ないよねっていう問いかけをしました。今まで歴代市長の総合計画って見た人いるんですかねっていう、いや作って立派なもの作ってんですけど、市民の方が自分事として捉えていただけないと全然意味ないよねって話だから、どういう形でその総合計画分かち合ってみんなで一緒に目標に向かって進めるかって、それをどうするのかっていう、そういう問いかけをしました。まあ、対話の市長、さすがの対話の市長なんで、いろんなあのね、非常に前向きな答えをいただいたんですけど、分かち合いだったり対話だったりする中で本当に目標やビジョンが皆さんと同じく共有できて、まあ、それを考えるには何が問題なのかな、課題は何なのかなって一緒に考えれるような姿勢にならないと、なかなか発展なんてことは今望めないんですね。人口が減っていく、まあ、税収も減っていく、国の予算も限られてて、どんどん税金っていうか国から降ってくるお金もどんどん限られている。じゃあどうするのか、削っていけばいいだけじゃダメなんですよ。削っていかないく、いや、まあ、削っていくっていうか贅沢なものはできないけど、どうやって幸せを獲得するかっていう中で本当にその分かち合うことって大事だと思うんです。成功の成功事例をきちっと作っていくためにも、もうあの今まで前例でこれだっていうのはないんです。みんなで実験しながら目標のに向かって、これがいいかな、あれがいいかなってみんなで議論して、それこそ対話の中で決めていくみたいなことやらないと、この姿勢もサステナブルな持続可能といえる社会を作り出すことはできないと思います。まあ、それをきちっとやりたいという思いで、総合計画をどうやって分かち合うかっていうその質問と、あとは、観光政策ですね。皆さん鶴岡はユネスコの食文化創造都市だっていうこと、知ってる方、ユネスコが、国連の機関のユネスコが認めた食文化で創造する、食文化ガストロノミーでクリエイティブを引き起こしている町だっていう、そういう登録認定がされています。それも10年前かですよね。で、食文化創造都市、これは10年前もう唯一鶴岡だけでした。で、3年前に大分県の臼杵市が、加わって、今全国で2つしかない食文化創造都市なんです。在来作物60種類ある、そして出羽三山が育んだ精進料理がある、でアルケチアノをはじめとしてイタリアンだとか、もういろんなシェフが頑張って今その在来作物を生かしたり有機野菜を生かしたりして一生懸命クリエイティブに取り組んでいる。それは今までも打ち出してきました。しかしですね、この食文化創造都市って市民の全員が参加できるもんだと思ってます。食文化ですから、皆さんの食卓で、いや今日この味噌汁何入れてみようかなって、それ一つ一つが食文化なんです。で、先日も大黒様のお年は12月9日ありましたけど、そこでうちの食卓、ありがとうございます、うちの食卓はこれですって表現したら、もうすごいって言われるんですよ。
ハタハタ食べるんですかみたいな、今年もなんか高くてね大変でしたけど、ハタハタ食べて豆尽くしで豆に暮らせるなんて、そんな素敵な夕食を囲む機会が大黒様のお年にあるんですよ。世界に誇っていいんです。こういうことをもっともっと発信していきたい。皆さんが発信できるんです。皆さんの可能性にこういうことをチャレンジできるんです。もうインスタ、X、ツイッター、Facebook、世界に発信できるんです。そういう場をもっともっと提供していくべきだと思うし、本当はあの皆さんが主役の食文化創造都市の、そしてガストロノミーツーリズムです。観光っていうのは全ての産業が連関できる、そういう経済政策であり産業政策と言われてるんですが、今まだ一握りなんですね。だから全員でみんなで挑戦できる観光政策っていうのにどうですっていう提案をしました。で、あの観光ってなんとなく使い古されて、なんとなく全部光を見るってことなんですよ。いい表現なんです。で、感じる、で今私もう一回言いたいのは、感じる幸せって書いた、感じる幸せ観光って、それを実現できるのは実は鶴岡の食文化のこの素材の豊かさ。では散々私も山伏の端くれですが、山伏のこの文化、ラムサール条約基地や加茂水族館のこの自然の豊かさ、もう他にもいろんなところに豊かな素材があります。で、それをアレンジして表現するのは皆さんです。そういうのをやっていきましょうってことです。で、食文化創造都市も来年10年なんですね。まあ、その機会にぜひですね、しっかりと皆さんと一緒に取り組めるような、そんな提言を見逃し長とともに、打ち出していきたいなというふうに思っています。で、本当はい、そうなんです。今回の12月期からそんな質問をやりました。あとこの年末、最近のトピックスとしては戦争ですね。ウクライナロシアの戦争からもう1年経っても終わりません。先日もウクライナに爆撃が起きたっていうニュースがありました。で、ガザですね、ガザ、パレスチナ、ガザの今どうなってるかっていうと、犠牲者2万人です。で、ガザってちょうど酒田と鶴岡を合わせたぐらいの面積なんですね。で、今実際酒田、鶴岡何万人いるかっていうと23万人ぐらいですけど、ガザは一桁違うんです。ガザはその面積に230万人も住んでるんです。で、逃げ場ない、壁に囲われてて逃げ場ない中で空爆がガンガン行われてて、それも病院なんかに、なんか悪い奴らがいるとか言って病院にバンバン空爆されて、で、平均年齢18歳なんですね。子供たちが、半数が子供たち犠牲になってるってことです。まあ、それを止めるための請願が今回12月議会に上がって、議論しました。で、決議を上げたいねと、この鶴岡非核平和時宣言している鶴岡からも、こういう、まあ、ガザの停戦や、休戦を求める決議あげたいねと、全国でやってますからね、あげたいねっていうことで討論しましたが、残念ながら自民系の方々、公明党の方々によってそれは阻まれました。大変残念なことだと思います。で、戦争のお話で言うと、今新しい戦前っていうのが去年の年末の徹子の部屋でタモリさんが言っちゃって非常に話題になってます。なんで新しい戦前なんてことになってるかっていうと、昨年のちょうど12月の11日だったと思うんですが、安保3文書の改編っていうのが行われています。で、何が問題かっていうと、その改編と同時に43兆円軍事費とか防衛費っていう名の軍事費ですけど、あとはその 1% じゃなくて 2% を目指すって、
いうことを打ち出されて、どん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 それ積み上がってるような状況はあります。で、中身の議論しても全然ちゃんとした答えは返ってこないようなことになってて、私たちの国は日本国憲法っていうのを持ってます。で、憲法っていうのは政治家や公務員たちを縛るものです。法律の親玉なんですけど、法律っていうのは私たちが守んなきゃいけないんですけど、国民が守んなきゃいけないんですけど、憲法を私たち守る義務はありません。憲法っていうのは法律を施行する政治家や行政マンたちを縛りつけておくものです。国家を縛りつけておくものが憲法です。なんか今自民党憲法草案では、なんか国民をコントロールするための憲法って、もう本当におかしな、主張がされてたりするんですけど、大きな間違いです。憲法っていうのは国家の体制を縛って間違わない方向に定めておくってことです。で、私も戦後生まれなんですけど、私の親父が戦中10歳とか11歳とかでした。で、日本国憲法ができた時に、ああよかったと、安堵したと、本当みんなで喜んだっていうことを、本当語ってくれたんですね。日本国憲法っていうのは二度と300万人とかの犠牲が生まれるような狂った社会に二度とならないように定めたものです。日本国憲法っていうのは、もう一回言いますけど、国家を縛りつけていくものです。間違った方向に進まないようにってこと、国家を、政治家を縛りつけておくものなんです。ところが安倍政権以降ですね、この憲法を無視した政治がまかり通ってきたってことです。自衛隊を持つとしても最小限に抑えておく、これは三木首相の時に 1% ってのが上限ですよって定められてきました。そのルールは守られ続けてきたんですが、安倍政権のところから全然それがもうわけわかんないようなことになって、岸田政権では 2% とか、これ完全な憲法違反なんですよ。憲法違反なんですよっていうことをきちっと、なんか国会でもちゃんと議論できてないようなんですけど、これ憲法違反なんですよ。で、敵基地攻撃能力とか言って、あと集団的自衛権、これはアメリカがどっかの戦争を仕掛けた時に仲間として一緒に参戦するってことなんで認めちゃいけないんです。憲法違反、明らかに憲法違反です。で、それをその法律を束ねる人の頭まですげ替えて、憲法違反を憲法違反じゃないことにしたって、これが安倍政権です。で、岸田政権もなんかにこやかに広島出身だなんて言いながら、憲法違反を堂々とやってますよね。グローバル砲級なんちゃらミサイル、米軍の払い下げみたいな出来損ないの軍事軍備機器を43兆円も買うみたいな話になってますけど、あんなもの買ってちょっと考えたって、北朝鮮ってもう最新鋭のミサイル、そんなの迎撃できますかっていうことと、中国は今でも4倍なんですよ、軍事費。アメリカもね、100兆円超えてるわけです。中国と対抗するったって、日本で倍にしたって、そんな中国もっともっとですからね、もうアメリカをしのぐ勢いで軍備拡大するかもしれないって言われてる中で、どうやって張り合うんですか。何も張り合えないんです。ちょっと考えれば分かること。そして台湾有事もなんか煽ってる人いますけど、台湾って今 TSMC っていう半導体でもう世界トップの企業が、もう国内にもういろんなところに拠点の工場を抱えてて、あそこがもし戦場なんかになってそれストップしたら世界の経済が止まるって言われてるんですよ。そんなところに戦争仕掛けますかって話なんですよ。やんなきゃいけないのは、元加藤浩一さんがやってたように日中友好だと思いますよ。何敵対してるんですか。日中友好の絆を深めることだと思うんですよ。それが政治じゃないですか。
なんか勘違いしてる、そういう煽ってる人たちが今もいろんなところに出てきていて、非常に危ないなと思ってます。でこの戦時戦もうこの戦争系の話もで原発の話も大きなお金が動いてるのでプロパガンダされまくってるってことも皆さんにお伝えしたいと思います。要は政府の言いなりの情報操作がまかり通ってるってことです。原発作るのに都合のいい情報、それから戦争するのに都合のいい情報、そういうのをバン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 今流してるってことです。広告代理店も一緒になって原発の汚染水が処理水だとか言って、もう NHK も一緒になってやってるからもう本当手に負えないと思ってるんですけど、なので私は努めて本当のことをこういう場できちんと皆さんにお伝えしなきゃいけないと改めて思っています。私たちが向かうべき社会はサステナブルな社会、持続可能な社会に向かっていかないといけないんです。地球がもう悲鳴を上げています。そして私たち自身も自殺者が増えたり孤独が増えたり支えの社会を失いつつあったりっていうことが行われていると思っていて、そんな軍事にお金かけてるような余裕はありません。軍事にお金かけるなら教育に大学無償化とかそういうものにお金かけるべきだし、私も介護職2年半ほどやりましたけど、介護職の給料月10万円は上げないと介護職自体がもうどん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 なくなっていきますよ。私も大卒なのに15万って給料で2年やりましたけど、とてもじゃないけど生活できません。ドイツ行った時聞いたのは、介護職の方にたまたまインタビューしましたけど、看護師さんと同じぐらいの給料もらってる、車もちゃんと買えるしちゃんと生活できてますよっていう話でした。日本の介護職プロとして認められてない、そういう現状がまだそういうことになってるんじゃないでしょうか。介護職の現場はプロの現場ですよ。下の世話やってるだけじゃないんです。もう本当に認知症を抱えてる方、もうあのともすればな引っかかれるような方、そのに対して目を見てユマニチュードとかいろんなメソッドを使ってケアをする、笑顔を作り出す、これはまさしくプロの仕事なんです。それも理解が進んでないこの国だとかいろんな官僚たちがさらにその制度を今までもなんかこうね、要支援っていうのはもうボランティアでいいとか、今度要介護1のところまでボランティアでいいみたいな、そういう制度を作り出そうとしてて今大変な議論になってますけど、もうとんでもない話です。今でも月10万円給料アップしなきゃいけないその介護職、さらにボランティアでいいみたいな言われる筋合いないし、もうこれはしっかりと日本のこの介護だとかケアの政策ちゃんとやらないとどんどん不幸せな社会になっちゃうっていうことだと思います。はい、ここまでお話をしてきました。年末年始、今日は出羽三山のあの羽黒の頂上で奨励祭っていうお祭りが開かれます。火のお祭りです。具体的に言うともう本当に日が長くなるんで、火のお祭りです。素晴らしいです。まだ体験したいことがない方はぜひ体験をしてください。コロナ明け、もうコロナの時大変だったんですけど、やっと今日は、いつもの時間で取り行われます。奨励祭っていうのは山伏修行の一番の修行である百日行、冬の峰百日行のクライマックスが奨励祭なんです。ぜひですね、体感をしていただきたいと思います。今日述べた中でももういろんな素材ありまくりのこの豊かな鶴岡、皆さんここに暮らしている、ここに暮らしているからこその幸せ感しっかり味わえる、そういう、年末そしてお正月にしていただきたいと思います。私も
まだまだ未熟でありますが、精一杯、この政治、ちっちゃな政治ですけど、しっかりと取り組んでいきたいと思います。鶴岡を日本一の持続可能な社会にするために、皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからも、よろしくお願いを申し上げます。ものすごい長くなりましたが、鶴岡市議会議員の草島新一、年末のぶっちゃけ街頭演説でありがとうございます。ありがとうございます。街頭演説でありました。手を振っていただいてありがとうございます。それでは良いお年をお過ごしください。失礼いたします。ありがとうございました。